それではチームさんの発表を始めます。私たちは若者の市内企業への就職促進というテーマで今回提言を行います。皆様に事前に資料をちょっと配りさせていただきました。こちらの方にチームメンバーを掲載しておりますが、メンバーは大学1年生から就活を終えた4年生、そして会社員1年生、また会社の業務で採用を担当された方など、非常にこうバラエティに富んだメンバー構成となっておりまして、 各メンバーの実体験をもとにしたリアリティに富んだ議論が今回することができました。現在、北九州市ではネットサイト、仕事丸ごと情報局、通称しごまるをというサイトを活用して、市内企業の求人情報などを発信しています。今回はこちらのしごまるに企業、学生、双方にとってさらに有益なものに何かできないかということを念頭におきまして議論いたしました。 私たちは仕事、四五丸に対して新たに、こちらのスライドにもあります通り、学生が地元企業をプロデュース、ショート動画で魅力を発信といった機能を追加することを今回提言させていただきます。大まかに3つに分けて今日ご説明いたします。1つ目は現在の課題と目指すゴールについて。2つ目は提案の具体的な内容について。3つ目は取り組みから得られる効果以上の順でご説明いたします。 はいそれでは1つ目の現在の課題と10年後に目指す姿についてチームで議論し出た意見を発表しますはじめに現在の課題についてです行政と若者の2点の観点からお話ししますまず行政が抱えている課題についてです1つ目に北九州市内の企業数は多いのですが知名度が低いということ 二つ目に、市が運営しているサービスが若者に届いていないということ。つまり、行政の発信力不足について改善の余地があるのではないかと提言します。チームの学生メンバーからは、就活において口コミを大事にしているという意見が出ました。大学の先輩や友人からの評判を聞いて、インターンシップに参加している学生も多いため、学生の中でいかに話題になるかが、行政や企業の 情報を届けるる鍵ににななのののでではないかとも考えられますす次に若者の現代の課題です1つ目に地元企業を知ろうとしていない就活をするとなった時に北九州市内の企業を見るのですが魅力を感じず離脱してしまうことが多い2つ目に社内の日常の雰囲気などはドナビサイドでは分からずそのまま就職しギャップがあり退職してしまうという課題があります 実際に全国の大学進出は、3年以内に3割の離職率が出ています。選択肢は多いのに、学生自ら選択肢を狭めてしまっているという課題があります。ここまでのことをまとめると、現在の課題は、行政・企業側の情報発信不足と、学生側が選択肢を狭めているということでした。続いて、 10年後に目指す姿についてお話ししたいと思います。それは、地元企業が自ら情報や魅力を発信し、学生が北九州市で働くという選択肢を持つことです。これらを実現するために北九州市が取り組むべきことを提案します。私たちが考えた 学生が地元企業をプロ,プロデュースという活動は、学生が企業に直接インタビューすることで、今まで聞けなかったことや、聞きづらかったことを発信していこうという取り組みです。これは企業にとっても学生にとっても、もちろん北九州市にとっても、ウィンウィンウィンの活動になると確信しています学生チームは、ライター、プロデューサー、カメラマンで組織されています。 学生チームはし0まる掲載企業に対して訪問取材、撮影を行います。企業は学生チームに添削を行います。学生チームは企業に対して動画、記事、改善案の提案を行います。チャットでお送りしている Google ドライブから詳細資料もご覧ください。学生チームの活動内容は3つございます。 1>, 1つ目は改善案の提供です。学生から見た企業の見せ方改善案を提供します。2つ目はインタビュー記事です。インタビュー記事は大手ナビサイトなど他の就活サイトにも載っていないような学生が本当に知りたいことなど企業のリアルを掲載します。3つ目はショート動画です。若者が受け入れやすい30秒程度の縦動画を作成します。 若者が使っているインスタグラムの動画や TikTok、YouTube ショートヒントに30秒の縦動画にしています。動画が再生される QR コードをこの画面の,の QR コードをスマートフォンで読み込んでください。30秒程度の動画が流れます。お手元にスマホがない方はチャットの URL からご覧ください。 この学生チームの特徴についてお話しします。ズバリキーワードは継続です。この学生チームは継続できるチームルビルディングを目指していきます。主な特徴について3点お話しします。1つ目は、学生が新たなコミュニティを作れることです。多大学との交流、サークルやバイト以外の人との関係を作ることができます。また、企業の方ともつながることができるコミュニティになります。 二つ目は目に見える成果を作ることができるということです。動画やコラムの作成をすることで成果物ができ、達成感を得ることができます。三つ目は短期集中でできることです。短期間で行うことで質のいいものを作ることができます。また、他の学生団体は一度所属するとずっと活動し続けなければいけません。 しかし、この学生チームでは3ヶ月という短期間でできるため、重荷に感じることなく、やってみたいと思う学生が誰でも参加しやすいチームであり続けられます。今後、行政側にやっていただきたいことについてお話しします。1つ目が4050サイト内の機能,につ機能の追加についてです。学生たちが作る動画やコラムは4050の中に載せていただきたいと思っていますので、 これらを閲覧できる機能をつけていただきたいと思っていますもう一つが学生チームの幹部の活動報告にフィードバックしていただきたいということです3ヶ月に一度ミーティングをしてチームの活動内容について行政の方目線の一見を聞きたいと思っていますこれらの活動を行うことによって得られる効果について学生・企業・行政のそれぞれの視点から説明します まずは学生の視点から得られる3つの効果についてです1。1つ目は将来像を描きやすくなります。大学1、2年生は企業や社会人と関わる機会がほとんどありません。そして自分のなりたい姿が定,定まらないまま就職活動を迎えることになります。私自身、現在大学3年生なのですが、いざ就職活動を始めようとしたときに自分の将来像がわからず、就職活動をどう進めていくか。 わからないという悩みを持ちました。この学生チームに参加することで、企業や社会人の方と早く出会うことができ、なりたい姿をイメージしやすくなります。二つ目は、若者同士のつながりを作ることができます。何かしたいと思っているけど、行動ができていないという若者に、一歩踏み出す場を提供できます。また、将来について同じような悩みを持つ、他大学の学生と同じ方向を向いて活動でき、 刺激し合える新たな仲間と出会うことができます。最後、三つ目が、就活のアドバンテージを持つことができます。就職活動における面接の時によく使われているような部活やサークル、バイトでのエピソードでのアピールではなく、企業、社会人と主体的に関わる経験をアピールに使うことができ、周りの学生と差別化を図ることができます。このエピソードを選ぶ上で、とても悩む学生にとっては大きなメリットになります。 このように学生が主体となって活動していくことに、活動していくことで学生側にも大きなメリットがあり、その活動はとても魅力的なものになると確信しています。次に企業側が得られる効果について2つお話しします。1つ目は求人広告のコストカットにつながるということです。今回の提案内容で企業側が得ることとしては取材、取材の対応と学生が作成したコンテンツの添削のみになります。 自社で一からコンテンツ作りをする場合と比較しますと、はるかに工数は減り、また若者視点で企業の情報を切り取ってくれるのは、採用担当としては一番の魅力となります。二つ目は、この活動をやっている学生とのつながりができることです。一つのルートからではなく、多様なルートで自社を知ってもらうために、打ち手を日頃から考えている採用担当の方は多いと思います。新たなパイプ作りになることは企業側のメリットです。 実際にこの提案内容を市内15の企業の採用担当の方に試しにお話をしました。満場一でいいですねというお声をいただきました。短期的な効果だけではなく、長期的なビジョンである市内企業がさらに採用力を向上させ、自ら魅力を発信できるようになることにもダイレクトに効果があると考えます。また北九州に、北九州市におかれましても、学生と地場企業を結ぶ新しい販路を獲得することは、 非常に意味があると考えます。理由は、スライドに提示した2つです。一つ目は、北九州市に縁を持つ学生の愛着を高めることができます。今回の活動を通し、学生らはプロデュースするという視点で企業を研究します。自分で会社やそこで働く人の良いところを発見し、アウトプットすることは、それらを身近に感じ、好きになることにつながると考えます。リアルな企業理解だけでなく、 深い結びつきを得た学生たちは、自ら狭めていた北九州市に残る、戻るという選択肢を持つことが可能になります。2つ目は、学生と企業のミスマッチを減らし、転職、引いては転出のリスクを軽減します。就職活動の前に働く人の雰囲気を知り、将来の働き方をイメージすることは、就職後感じるギャップをなくす効果が期待できます。 行政が学生のキャリア支援を積極的に行うことで、せっかく北九州市で働くことを選んだ若い人材が流出することを抑制します。以上、この提案により得られる効果についてお伝えしました。最後までご清聴ありがとうございました。ここまでのお話を聞いて、誰かやってくれる学生がいるのと思われた方、心配はいりません。 この提案が実現された際には、学生チームのリーダーは私がやります。私は現在大学1年生ですので、チームを立ち上げ、すいません。チームを立ち上げ、軌道に乗せるまで活動することが可能です。立ち上げメンバーとなる1期生は、運営幹部候補として募集します。 例えば、アトミカに出入りしている活動意欲の高い学生へ声をかけたり、この提案を一緒に考えた学生メンバーが各大学で友達に声をかけたりと、ルートはすでに十分あると考えています。また、この45丸は就活生だけではなく、転職者にも利用してもらいたいサイトだと認識しています。それについては、学生の頃に使ったことのあるサイトやサービスは、転職する際にも利用するのではないかと私たちは結論付けました。 そのため、まずはこの学生チームを立ち上げ、45‐1 に関わる人を増やすことで、北九州市のサイトあるの知ってると、口コミで認知度を上げていくことを提案しました。コロナ禍で活動の場を失った学生が多くいます。新しいこの取り組みで、若者の挑戦するステージを作り、北九州市内で働く魅力の発信を一緒に始めましょう。以上で発表を終わりりまますありがとうございました